とりあえず終わったな。まったくすごく厄介な異変だったよ。ハルドラ、ここどこなんだよ。早く東京に戻らないとみんな心配するだろ。東北だよ。それにしても相棒、僕を倒してからやけに態度大きくない？むしろお前が味方面で俺たちとずっと入れたメンタルの方がすごいわ。いや、マジどうすんのさ。あれだけの事件起こして、まあ仕事が増えるのは防衛軍だからいいけどさ、これ多分 WCBT も中止だぞ。せっかくベスト4まで入ったのに。とりあえず僕は目的のために動くさ。何？一人でできる限りのことはする。旅に出る。何か力仕事で困ったことがあればその時は頼らせてもらうぜ相棒。というか念入りに相棒をしてくんな。組んでないって。ハルドラ、あなたは何の目的で動いたの？ラディウスと手を組んでたみたいだけど。本当近くで見たら小さいな。まさかこのチンチクリンが天の絵隊長だなんて。つべこべうるさいわね。殴るわよ。口より先に手が出るのは間違いなく天の絵隊長だわ。さっさと話す。パト君は許しても内容次第じゃあんたもあの世でラディウスと一緒にエンマ様に懺悔してきなさい。強いな、あの人。そりゃ長い間防衛軍の隊長やってたんだから当然か。ハルドラはホウカさんにも俺に伝えた通りのことを話した。ところどころホウカさんの小言が入ってきたりしたが、ハルドラは全て話し終えた。策もなく介入しすぎ。行き当たりばったりすぎ。相手の感情に作戦組み込みすぎ。全体的に雑、だから計算外が生まれんのよ。はい、調子に乗ってました。すみませんでした。反省してます。明らかに余計なことに足踏み込んだからこうなったんでしょ。あんたも今後は対策もない状態で余計なことはしないことね。すんません。説教は後でお願いできやせんかね。こう見えてわし、骨折れてんねん。まあでも事情はわかったわ。身を隠さないといけないなら私のスペアのフードと仮面化してあげるからそれつけてなさい。いやっすよ、なんか汚そうだし。先に仮面とか最悪じゃん。こっちもにしようだわ。オッケー。確かあの人俺の訓練中に漏らしてなかったか。ベルがすごく苦い顔してたぞ。パト君、私の目標は決まったわ。どうもハルドラもネワーク心境によって表舞台を下ろされて表では死んだことになったゴースト的存在。それって今の私と同じ状態ってことでしょ。しかも私も悪心境の被害者であり、悪心境を潰したい。だから私とハルドラはこのまま旅をするわ。この子も一応機械関係触らせたら世界屈指だし、手放していい人材じゃないわ。またいきなり。別にいいけど。へえ、これはいいや、思ったよりこの面性能いいな。視界も通気性も抜群だ。戦闘中でも気にならないぞ、これ。似合ってんじゃん。私は合わないわね。それ、相手から見たら全然私の表情見えないから得体が知れなさすぎるのよ。でも性能はバッチリよ。あのラディウスが私と戦っても気づかないし、声を聞いても気づかないんだから、それつけてたら正体がバレることはない。ただ戦い方や能力の扱い方でバレる可能性は十分ありますからね。過信しすぎないようにしてくださいよ。それもそうね。そういえばホウカさん、何か組織名とかあるの？必要。だって、大悪心境組織、でしょ？しかも二人とも表では死んだことになっているほどの、秘密結社みたいでいいじゃん。あなた、すごく強くてさっきまで勇敢だったのに、考えることはまだまだ幼いのね。まあ、パト君には何から何までお世話になったわけだし、真のボスの言うことなら聞くわ。真のボスって、いかにも表のボスはホウカさんだけど、その組織自体を作った真のボスは俺って。わかってるじゃないですか、ホウカさんも中二病心が。これでも現役オタクなんでね、真のボスが陰キャオタクなら私も合わせることなんて容易よ、できる女を舐めないことね。ちなみに組織名は黄金鏡、意味合いは理想鏡、まんまね、悪心鏡を根絶やしにしていつか必ず理不尽な不幸を作らない。悪心鏡と正面衝突をするってことか。だって、防衛軍では隊長でも君主以上が関わる事件には携わってはいけない、のよ。そんなんじゃダメってことよ。防衛軍は大悪心鏡を諦めてる、全体的に闇側を抑え込めばいいってだけの組織。いわば防衛軍は殴られるまで殴り返さない、光穏健派。私がやるのはこっちが先に潰す。光過激派、強引な正義感で危うさもある。だからその偏った正義は悪心境だけに絞る。この上なく危ない橋よ。でも私もハルドラも一度はそこに命を懸けた。私の第二の人生はそうするわ。あ、でもこんなかっこいいこと言ったけど、正直パト君には色々助けてほしい。特にこのフードと仮面、これを複数枚もらえると嬉しいのだけど。というよりお金どうするのさ、天の絵隊長。じゃないな、確かステラだっけ。そこはまあ、どうしたものか、最初は誰かが窓口になってもらわないとろくに活動道具も揃えれないしね。お金は私とあなたの貯金を使うしかないわ。少なくとも私だけなら何十億という貯金はある。それで当分は大丈夫でしょ。すごいな、僕なんて全然貯金ないのに、はぁ。さすがだ、芯が通った人はどこまでもまっすぐだ。俺もそんなところは見習いたいものだ、優柔不断だし。
なら引き手で落ち合おうよ。用事が済んだら行くからさ。それまでは母さんを頼りにしてくれないか。わかったわ。どちらにせよこっちも準備や情報収集でいろいろ動かないといけないからね。パト君の用事が済んだ後で全然問題ないわ。それじゃあ行きましょうか。私たちは東京に戻らずに互いに自分の家にある重要なものを回収するわよ。ステラ、ちょっと待ってくれ。パト、あの時僕を信じてくれたこと、感謝するよ。パトの判断次第では僕はあのまま君に殺されて終わっていたからさ。ああ、でももう無茶をするなよ。ファルドラだって守りたい人、泣かせたくない人くらいいるだろう。ああ、この事件を起こす前に約束したんだ。無事帰ってくる。って、僕は嘘つきだけど、その子には嘘をつきたくない。それくらい大事なんだ。なら生きろよ。何があっても、俺はラジウスから最後放火さんを任された。だから黄金鏡と放火さん、俺の代わりに守ってくれ。俺はファルドラを信用する。いいのかよ、嘘つきで事件を起こした奴を信じて。守りたい奴がいるんだろ、泣かせたくない奴がいるんだろ。ならきっとファルドラの行動にも信念があったはずだろ。それは偽りじゃない？そうだろ。そうだな、その通りだ。誓おう、ステラはパトの代わりに責任持って守る。そしてパト、お前にも嘘、偽りをしないことを誓うよ。これは僕を信じてくれたお礼だ。この恩は絶対に忘れない。ああ、任せたぞ相棒。困ったことがあったら言ってくれ。俺でできることなら手助けするよ。ああ、約束だ。じゃあな。そういえばどうやって他国に行くんですか。パスポートとか使えないんだけど。走っていくに決まってるでしょ。バレないようにしないと他国の軍に見つかるでしょ。海洋国を当たり前のように提案する正義とは思えない発言。そして実力行使すぎ。言ったか。よく考えたら連絡手段とかお金も何もないな。骨折れてるし、怪我もすごいし。というかあいつら、俺の怪我に対して全く触れなかったな。心配の一つくらいしろよ。見つけましたよ。全然帰ってこないから、私全神経集中して探しましたよ。すごいな、ここ東北だろ。東京まで結構距離あると思うんだけど。私はご主人の匂いとオーラ質で追えるので。なんだろう、多分気にしたらダメなんだろうな。今すぐ傷を治しますね。そういえばメリアって傷治せたんだ。ご主人が力を上げてくれたからです。後期という技術です。自己治療するオーラ技術です。あとは光脈はオーラ技術の効果範囲を広げる技術です。基本オーラ量が多くないとこの2つを扱うには効果よりも消費の方が激しいのでメリットが少ないのです。ただあくまで損傷を治す程度の応急処置程度です。骨折は2L を呼ばないと。そうか、まあでも出血が止まればとりあえず死ぬことはない。助かったよ。やっと見つけました。まさかここまでオーラを落としているとは思いもしませんでした。誰だ？聞き慣れない声だけど、助けかな？メリア。お母様。お母様？心配したんですよ、メリア。あなたとパトが行方不明になってから3年、息が詰まる思いでした。メリアのお母さん。ってことは帝王神メルトリア？文字通り世界最強の神？なんで？なるほど、以前の力を失っていますが伝説の神羅万象支配を得得してますね。なるほど、力を失った代償でこの能力ならむしろお釣りが出ますね。さすがは序列1位、もうこの順位が覆ることは金輪際ありえない、決定的なものになりましたね。いつ、音も気配も、それより見慣れているだけで呼吸が、体が硬直して動ける気がしない？それに比べてメリア、何ですか、あなたが生まれた使命もろくに果たせず、力を失う体たらく、失望しました。私の模写子なのに恥ずかしい。このようなことではメルトリア一族として認めるわけにはいかない。帰りますよ、今のあなたにはパトはふさわしくない。そんな、お母様、それだけは、私からご主人を奪うのだけは？これ以上醜態をさらさないで。では、娘はお預かりしますね。メリア。メリア、メリア、くそ、体が、ただ近くにいただけで強力な麻痺状態、くそ、メリアが、どこかに、メリア、急いで、でもどうしたら、やっと見つけました、主様。誰だ、主様、こんな子にそう呼ばれる心当たりなんて。帰りましょう、主様の国、エウレカ帝国に。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。
また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみに。